今回は卵のお寿司を作ってみました。すべて細編みで作れます。卵の部分は楕円を2つ編んで縫い合わせています。今回は卵と海苔の作り方を説明しています。このように卵とシャリの部分を海苔で巻いて作れます。材料はピッコロの毛糸、かぎ針は3号から4号です。まず左手で糸を持ち、針を糸に当てて回転させ、輪の中を通して糸端を引き締めます。この次の目からが1目目となります。1段目は18個鎖編みを作っていきます。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。18目編めたら鎖編みをもう一つ立ち上がりとして編みます。立ち上がりの目を飛ばして次の目の上半目に針を入れて細編みを編んでいきます。18目細編みを作っていきます。18目編んだら同じ目にもう一度細編みを入れます。そしたら反対側も18目細編みを入れていきます。なので一番端っこは細編みが3つ入ることになります。18目編めたら最後の目にももう1目
細編みを入れます。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜いたら2段目の完成です。次は3段目になります。立ち上がりの鎖編み編んだら今引き抜いた目に針を入れて増し目なので2目細編みを入れていきます。次は16目細編みを作っていきます。3段目は増し目16目細編み3回増し目16目細編み最後2回増し目というような順番で編んでいきます。4段目以降はこの増し目をした部分を1目ずつ増やしていくというような感じで楕円を編んでいきます。今16目編んだところなので増し目を3回作っていきます。増し目が3回作れたので細編みを16個作っていきます。最後の増し目を編んでいるところです。44目編めたら1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。1目目がわからなくなる場合はクリップなので印をつけておくといいと思います。右の表に沿って6段目まで編み進めていきます。最後まで編めたら1目目の頭に針を入れて糸を引き抜き鎖編みをしたら糸を切って輪を引き抜きます。同じものをもう一つ作ります。先ほどと同じように1目目に針を入れて糸を引き抜き鎖編みを一つして糸を切ります。この編み終わりの糸で表裏縫い付けるので30センチほど長めに切っておきます。とじ針に糸を通したら裏同士を合わせて2枚を縫い付けていきます。縫い付け方は、奥の編み地は手前の半目、手前の編み地は奥の半目といったように、どんな縫い付け方でもいいんですが重なり合っている近くの半目同士を拾って縫い合わせていきました。この方が残っている半目が残る手前の半目が残るので比較的
縫い合わせている糸が目立たないので綺麗に見えると思います。こんな感じでぐるっと一周させていきます。綿は使いません。最後まで縫い合わせられたら玉結びをして玉を作ります。糸を出したところにもう一度針を入れて引っ張って玉を中に入れます。余分な糸を切ったら完成です。シャリの部分は編み図を載せておきます。マグロ寿司シリーズの一番初めのマグロの動画に最初に作り方を載せてあるので参照してください。次に糊を作っていきます。左手に糸を持って鎖編みを作っていきます。糊の場合は30個鎖編みをつけて作っていきます。30目ですが、編み方や毛糸、かぎ針の太さによって違うと思うので、ちょっと引っ張ったらちょっときついぐらいの長さで、それぞれ鎖編みの長さは調整してもらうといいかもしれないです。ゆるすぎると卵が取れちゃうので、ちょっときつめの長さがいいと思います。この鎖編みをねじらないように丸めて、1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。鎖編みを1つ作って、1目目にもう一度針を入れて細編みを作っていきます。増減なしで30目細編みを作ります。30目、編んでいるところです。1目目の頭に針を入れて糸を引き抜きます。立ち上がりの鎖編み1目、1目目にもう一度針を入れて細編みを編んでいきます。5段目まで同じように30目細編みを編んでいきます。5段目まで編めたら糸を10センチほど残して切り、輪を引き抜きます。とじ針に糸を通します。1目目の頭に手前から針を刺して、最後の目の向こう半目にもう一度針を刺して、他の目と同じ大きさになるように糸を引きます。編み地を
裏返して近くの目に3目か4目ほど針をくぐらせて糸を通します。編み始めの糸も同じように処理します。とじ針を近くの目にとじ針を通して編み始めの糸をとじ針に通し、糸を引き抜いて糸を編み地の中に入れます。余分な糸を切ったら完成です。卵と海苔とシャリができました。卵も2枚で編んでいるので厚みがあって可愛いかなと思います。ぜひ作ってみてください。もしわからないところがあればコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。